どこでもいいよって、ね、ということは今日本の土壌というのはものすごく材料基準で汚染されています。これは焼却所じゃないです。焼却所じゃないです。ごく一般のそこら辺がものすごく汚染されているんです、うん、これは漂白剤を使っている作業場が近くにある場合、ね、農業もしっかり同じです。ダイオキシンで汚染されている、ね、というのが現状だということを知っていただきたいと思います。さあそういう日本を皆さんの力で何とか変えていかなければいけない、ね、自然を守っていかなければいけない。そこで我々は住むわけですから、ね、我々が待ったうんち、ね、それを乾燥させて、ね、これで畑に飼料としてあげてたんです。それからその飼料の中で600ミコグラムというダイオキシン、800ミコグラムというダイオキシンが検出された。燃やしてもいないの。なんでか。だってお尻拭いたのは塩素で拭いてる、トイレットペーパー、ね、うん、当然ダイオキシンが起きるのは当然のことなんです。でこういうことが起きているというのは現実です。そして、こういう中において、河川やなんかも、ダイオキシン土壌中下のですね、75最高75ピコグラム、もうほとんど川が全部汚染されています。いいのは木曽川だけです。今汚染されてないのは、だから皆さん木曽川の周辺へ引っ越した方がいいかもね。またすぐ引っ越すとすぐまた汚染されますけどね、いう状況なんですね。そして、水質汚染で、リットルあたり1ピコグラムのダイオキシンまでいい政府は打ち出した。なんでか政府は知ってるんです。水道水が汚染されてきてる。だから規制値を作ったんです。で、規制値を作ると1ピコグラム以内だから大丈夫だって言い出すんです。ちょっと待ってよ。ね、今まで水は安全なもんだよね。食べ物も安全なものだはずなんだよね。それがここまで大丈夫だという言い方自体がもうおかしいんです。ね、こういう中で厚生省なんかはその自分たちを守るためにいろんなそのデータを出すんですけれども、それが逆裏目になってしまうんですね。例えば河川の中から、住民に知らせないままにそのダイオキシンが1リットル中 0.2 ピコグラムのダイオキシンを検出流された。ここでその住民が怒り出した。なんでこんな水を流したのか、ね、0.2 ピコグラム。皆さん方がこういうふうに注意をするようになれば行政は動くんです、ね、この中にダイオキシンが流されてるぞ、うん、こういうことがもっと大事なんです ね、 ね、こういうことをぜひ皆さん方の力で動き出していただきたい、食べ物にダイオキシンがついてる。そしたら政府は肉を食べる人はダイオキシンは貯蓄される、ね、だから植物繊維はそのダイオキシンを外に出してしまうからね、野菜をいっぱい食べなさいです。で、そうすれば魚やなんかにこれだけダイオキシンが含まれていても大丈夫だ。なんかわけのわかんないことだね、うん、いうことがこう起きているわけなんですね。さあそういう中で国は何を言ってるかというと、一番は皆さん方が食べるもの、先ほど入る 15% では体内に入らない。一番危険なのは呼吸器から皮膚から、ね、入るものが一番危険だって言った、うん、ということは食べたものは 15% しか残んない、あとはみんな排出される。ところが空気から入って肺に入ったもの、ね、消化器官はないです。皮膚から入ったものも臓器直接血液に行ってしまうから、これは 100% 全部体内に貯蓄されます。7年間そのままあるそうです、ね、だけれども空気や、ね、それから皮膚に触れるものっていうのはないです。ダイオキシン、だから安心ですというのが、政府の考え方です、ね、煙で入ってくるのもわずかなもんだということなんですね。だから焼却所に対してどうのこうのという、まあ、騒ぎになっているわけなんですけれども、この焼却所自体がものすごいダイオキシンを発生させている、うん、そして、家庭用のゴミからもダイオキシン燃やしてダイオキシンが起きるから燃やさないようにという話題になっているんですけれども、能勢町のダイオキシン問題、皆さんご存知の通り、ね、血液から800、900というダイオキシンが検出された。そしてこの能勢町の焼却場をこういう防弾マスクをして
ね、これを壊したわけです ね, ね。ここまでの状況でやっていながら、なんとその作業員の空気中から入って、皮膚からちょこっと入った、わずか、30秒の間、着替える、ね。この間に、なんと6000ピコグラムという血液、ダイオキシンが検出された。今、裁判になっています。ねね、このぐらいに、要するに皮膚と呼吸器から入ったものというのは残るんですね。ほんのわずか、ちょっとしたことで。ね、そしてその安全性については一切の議論なかった。要は政府が言う通り、植物繊維を主流に食べている人は 15% ぐらいしか残らない。でも呼吸器から皮膚から入るものは 92% 体内に残りますということなんですね。これが、これから私が話しすることに非常に大きな、ポイントとなるわけですね。お母さんの母乳の中から平均22ピコグラムのダイオキシンが検出された。これは日本中ですよ。だからお子さん持って今おっぱい出てる方は、あなたのおっぱいからも22ピコグラム平均出てるんだよということを知ってください。これでこれ長野県の、神山田というところで、ね、町に言ってこれ全部血液検査を年に1回やってるんです。行政は言えばこういうことをやってくれるんですね。こうやって動くんですね。ということをぜひ知っていただきたいと思います。長野県では鳥が、死んだ異変を起こして死んだりというニュースが、こうやって大量にムクドリが死んでたと、いうことから、この間はそのダイオキシン汚染、大高屋なんかがみんなそのダイオキシン汚染されていたということが、全部臓器から何か全部ダイオキシン汚染されたということが分かったんですね。なおかつ、同じ長野県でその防火水槽の中からダイオキシンが検出された。焼却でも何もないの、ね、だからみんなびっくりしてる。そしてこれは、埼玉県全区で、測ったんですね、血液検査。そしたら焼却所の周りよりもそうでない住民の血液の中のダイオキシンの量が非常に多かったということが発表されたんです。これどういうことかというと、ここに書いてあるんですけれども、一般地域とそれから廃棄物処理周辺の住民の検査をしたんです、血液検査。そしたらこれを分かりやすくしますと、こういうことなんですね。平均で中央値17ピコグラム、普通のご家庭ですね、最高53ピコグラム。要は焼却所の周りの人たちのダイオキシン量が少なかった。一般家庭のダイオキシン量は多かった。これは厚生省が逃げるために作成したんじゃない、調べた。要はどういうことかというと、皆さんが焼却所が悪い悪いって言うけれども、そうじゃない、ね、そうじゃない住民だってこれだけ汚染されてるんだから、極端に焼却所の周りだけが悪いことはないんだよ。だから焼却所の周りの人たちが焼却所のダイオキシン汚染によって我々の健康を害された、だから告訴した、ね、がんだったのもこのダイオキシンによってがんされたんじゃねえのかということで告訴したら、いやそんなことはない、一般消費者の家の中の人たちだってダイオキシンでこれだけ汚染されているから、そうとは言えないという形の裁判に勝つために調べたんですね。ところが墓穴を掘ったんです。じゃあなんで一般家庭の人たちはこんなにダイオキシンで汚染されているのということなんです、ね、それを私どもがずっとこれを発表する前からずっと追跡調査を今までこうやってきたわけなんですけれども、これを今回記者会見で発表しようと思っているわけです。今まで政府が認めてきている発生源、ダイオキシンの発生源というのが焼却所アルミニウムの溶解所、それから、規制外の小型焼却物、一般廃棄物、プラセメンキルクとこういう大型ディーゼルトラック、こういうふうになっているんですね。ここからダイオキシンは発生していますというふうにこう言われている。それ以外のところではダイオキシンが発生しているという、ことは認知しておりませんというところなんですね。こういう中で私どものダイオキシン汚染によって、今子どもたちの生まれてくる状況が、死産が男性が非常に多い、この子どもの生まれ出産率はどんどん下がってるんだけど、死産だけはどんどん増えてるんです、ね、こういう異変を起こしてこれが現実だ。そういう中において、これは、校内暴力がこれだけ急激に増えてきていますよ。で、そして染色異常の中では、
これ、あのサンフリーマン先生 の、 あの提供で、これが通常のおしんちです、ね、これがマイクロペニスです。要は、小さくなって出てきてる、こういう子供が非常に多くなってきてる、マイクロペニス、ね、という、ここまではまだいいんだよな、うん、あとは問題だな、マイクロペニス、ね、こうなっちゃってね、男性と女性が一緒になっちゃって、わかります？男性と女性が一緒なんです。魚の世界では人間の世界で起きてるんですよ、ね、そして知らないうちに焼却されてるんですよ、ね、表に出さないんですよ、ね、こういう時代に今入っているんだということをぜひ皆さん方あの認識していただきたいと思います。これがダイオキシン、環境ホルモン、ノニオフェノールであるということをまず知っていただく。できる限り、ね、パニックの起きないように政府はうまく毒性を弱くして嘘をついてじゃないけれども、そういう部分があります、ね、それは政府が悪いんじゃないんです。そういう体質を作った我々がいけないんですね、早口。だってそうでしょ、考えてよく考えてみたら、まあ、要は私がいけないんだと思うんです、いいと思う、ね、ただ焼却所から煙から大気いっぱい出てきますよね。そうすると反対運動、反対、ね、ダイオキシンが起きない焼却所を作れ、いやい、ね、じゃあそのゴミ誰が持ち込んでくるか、自分で持ち込んでるんですよ、ね、プラスチックからないからダイオキシンの出るもの自分が使っといて飲んどいて持ってってさあ燃やせ。でもダイオキシンの出ない燃やし方しろよ、税金払ってんだ。これなんか思わない？ね、私はそれやってんだよ。私それに気がついたんだよ。反対運動、本当の反対運動ってこれじゃねえってことに気がついたんだよ、うん。それから自分の生き方変えたんです。ものすごくあの僕は頭バカだから単純だからものすごく単純にものを考えます。うん、誰がいけねえんだろう。ね。税金払ってるから燃やせ、ダイオキシン起きるよ、ね、なんかおかしいよね、うん、そういうところにこう、まあ、自分自身の中でこう気がついて、まあ、来たわけなんですけども、まあ、そういう中で私がこの今ダイオキシン問題と環境ホルモン問題をずっと最初こうお話ししましたけど、実際は私は一番最初は地球の温暖化だとかオゾン層の破壊だとか森林破壊だとかそういう部分の中でこう環境問題に入りまして、そして水質汚染だとかそれを防止するためにどうするかという世界にずっと入ってたんです、ね、これが本当はそのセミナー講演のスタートの流れなんです。でも今日は流れを変えてますというのは、その途中の中からこのダイオキシン環境ホルモンということに私はぶつかり始めて、それがクリーニングという部分から始まったんです、ね、そしてこの調査に入ったんです。ただ今日はそのダイオキシン環境ホルモンの部分が先にこう入っていっておりますけれども、まず皆さんがそういうことを知っておいていただいた上でお話しようと思ってこうお話をさせていただいているわけなんですけれども、私は、創生水というその特殊な水を開発しました。開発したっていうか、まあそうさせられてそう作ってきただけで、私が、まあ、開発したわけでも何でもないというのが、ね、自然にまあ、できたもんだと、与えられたもんだという感覚があるわけなんですけれども、後でこの創生水についてはお話しさせていただきますけれども、この水がなんと洗剤やドライ溶剤や石鹸やそういうもの一切なしで衣類が洗えるという特徴があるんですね。こういう部分で私どもはそのクリーニングという部分にその手をつけるようになってしまったんですね。このクリーニング、私はクリーニング屋さんじゃないですけどね、友達が2人クリーニング屋さんいますけどね、創生水という水をこう洗浄炭の洗浄水を作った時に、そのクリーニング屋さん飛んでって、こういう水ができたらこいつがいいやって話したら、いろんなこと言われてね、うん、クリーニングなんかとんでもない、とんでもない大変な仕事だとよくよく言われてまして、だから僕はクリーニング屋さん絶対やらないなっていうものはずっと頭にはあったんですけど、ところが、それがアホが一人いましてね、創生水で、ね、ちょうどこれ今から5年ぐらい前ですか、5、6年前なんですけども、創生水が全国を広がり始まった頃、ね、一般家庭の皆さんが、その時にクリーニング屋さんが 54C って一つの大きい
機械を入れてクリーニングを始めたんですね、始めようとしたんですね。これが兵庫県でクリーニングハウスムーってこうあるんですけれども、これでこれが 54C というこのすごい大型なんですけれども、これを導入してクリーニングを始めると、まあ、この時ね、あの実際のこううちの会社金がなかったね、580万の初めて 54C という機械まで金は欲しいけども、これってクリーニング屋さんやりゃあのクリーニング屋さん潰れるわな、だってものすごく手間くんだもん ね、ドライみたいにどんどんこう儲かるっていう仕事じゃないからね、うん、だから賛成はできなかったのね。でもそのドライの害を知った以上はやめられないっていうことでこの、機械を入れて仕事を始めたんです、ね。そしたら団体4時か5時頃に仕事終わるのが毎日12時1時なんですね。毎日やる。ほんとピーク時になると朝方までやってる。ほんと人に言うと馬鹿にされるんですね。要するにあの入ってる設備屋さんたち。ままごとで仕事やってんじゃねえんだよ。そういう情報が全部入るわけです。さあそうなったら私の心に火つけるわけですね。勝ち。よし成功させてやろう。絶対倒産させるよ、それでうちのスタッフを応援に入れたの。素人だから応援何人だってダメなわけだ、ね、そういう中でその要するにクリーニングと創生クリーニングとあのドライとの要するに競争がこう始まるわけなんですけども、そういう中でドライの利点というのはいろいろあるね。色落ちしない、縮まない、ね、ジャボジャボジャーってなって入って、はいはい、はい、何百円取れるね。水につけるとでアイロン全部かけなしですね。で裏地が立っちゃうからズボンがひっくり返してアイロンかけないし、ものすごい手間かかるわけです、それでも環境に負担をかけないから金よりもっていう安全なものをっていうことでつけたわけですね。そこで普通のクリーニング屋さんは創生クリーニングは絶対やらないよ、だって儲かんないよ、すぐ潰れるもん。で環境意識がなければだけでやるんだったらともかく、そういうことで、それでそういう中で世界中にこの創生水という水が、創生クリーニングというものが一番今クリーニング屋さんが環境に負荷をかけている。これが環境に負荷をかけないクリーニング屋さんを作るには今の技術では創生水では絶対ダメです、入れません、ね、受け入れられる技術を創生水専用の技術を作らなくちゃダメですって言われている。そしてそれができるのは水を開発した深井さん以外にいないと思うんですがっていうふうに問いかけられたんです。これがきっかけで私どもは葛西に、兵庫県にクリーニング総合研究所というのを作って、そしてドライクリーニング高精洗剤全てのないクリーニングを目指そう、それで生産性のできるものを作ろうということで始まった。そういう中で H1 という水、それで冷水で洗う、しかも洗濯機は回転されるくっつけてね、水の中には絶対つけないで噴射して回転させるというこういう、機械を考えさせていただいたわけです。それで全てがクリアするようになったわけなんですね、こうやって、まあ、クリーニングを始めたわけなんですけども、まあ、この機械が憧れというこういう、まあ、機械なんですけれども、こういうことを、まあ、やり始めたんです。さあこういう中で私がドライとの競争を始めたわけですね、そしてドライとの競争をすることによっていろんなことが分かってきたんです。まあ一つ一ついろんなその問題点をクリアさせて、そしてなおかつ、その水でこうやって池を作って魚が泳いでいる、ね、そういうクリーニングが夢のようなクリーニング屋さんがこう、まあ、完成したわけなんですけども、今こういうあのクリーニングを置いて、取り次ぎ店の方がこうやって増えてる。今は広島一番こうやってね、あの多いですね、コインランドリーから始まって一番こちらが多いです。あの本の中にもいろいろ本が紹介されてますので、こういう中においてその今までのドライそれから洗剤というのは全部衣服を酸化させる仕事なんですね。だからそれを体にくっつけるからみんな皮膚が酸化していく。でそういう中でトリクロロエチレン、パークロエチレンと一体何ぞや、水溶性のあれって一体何ぞや、こういうものをずっと私が、追求を始めたんです。そしたらその中でちょっと待てよ、これはとんでもないことが起きてるぞということに気がついたんですね。
そういう中で新聞でもトリクロレチレン、パークロレチレンが血液の中から検出された、これはドライクリーニングのプツンとした匂いが体内に入って血液に残留しているんだろうということが発表されたんですね。そしてなおかつ血液中に化学物質、これがシャンプーだとか化粧品だとかそういうものに使われているパラフェン、パラフェンやなんかが血液中に検出された。これは大変なことを今してるかもしれないな。そしてその中にトリプロエチレン、パークロエチレンっていうのはダイオキシンや有機塩素系化合物と同じ物質であるです。骨格体、骨格体というもの、ね。そしてドライ溶剤を使ったやつをこう取っておくと缶に穴が開いちゃうんです。缶が穴が開いちゃうんです。通れちゃうんです、ね。これだけ溶解力がものすごく強い。これダイオキシンの方いっぱいなんですよ。すごいですよ。これを平気で今までクリーニングやつみんな振ったんですよ、ね。大変な量なんですよ。ね、こういうことに気がつく、ね。これが一つの私がダイオキシンを調査するきっかけとなったんです。それでその中にこういうことが、これはアメリカの資料の中に、あの環境庁の資料の中に トリプロレチレン、パークロレチレン、こういうものが全部ダイオキシンに汚染されています。塩素系投与。これがものすごい私の起爆剤となんですね。地震と。そしてアメリカ飛んだ。アメリカ環境庁来るって連絡が来たんですけれども、やっとその身結んできたんですけれども、一つの中に皆さん知ってますよね。塩素系の漂白剤と、要するにお風呂の中で混ぜるのが危険。毒ガスが出ますよね。うん、これと同じがダイオキシンだ。だから私はダイオキシンというのは化学反応で起きる、燃やして起きるんじゃない、化学反応でも起きる。そしたら厚生省、通産省、環境庁は素人はそれだから困る、ね、燃やしてなんか起きない。ところが平成9年に、化学技術庁で起きるということを発表しました。要はダイオキシンは化学反応、熱反応、光化学反応、酵素反応でダイオキシンが起きるという発表されています。そして私どもはこの調査にあたって、政府が認可しているダイオキシンの計量をするこういうその会社がずっとあるんですね、東京都でもこれ全部ありますね。広島だとか、広島の方だったらこうやってね、日本総合科学だとか、ね、それ財団法人だとかね、日本進出保障機構とかこういうのあるんですけど、こういうところを使って、しかもダブルクロスチェックで海外まで出して、ドイツ、カナダまで出して徹底して調査を始めたんです、ね。そして始めれば始めるほどどん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 どつぼに減ってくるんです ね。こういう日本総合科学、これ広島にあります、福山にあります、福山市にあります。それから JQA、 これは日本品質保証機構財団法人です、こういうところでも調べさせました。例えばムートンがあります、ね。このムートンを買ってできて、こうやってみんな処理して、これでドライクリーニング出したら、なんとグラムあたり 3.4 ピコグラム、ね、3.4 ピコグラムということはどういうこと、1着、ね、ムートン1枚あたり3400ピコグラムです。わかります？3400ピコグラム、ドイツでは40ピコグラム、100ピコグラムで焦土総入れ替え、立ち入り禁止です。したがって日本のムートンはドライクリーニング出してほしいから立ち入り禁止です、ね。そこにお子さんが、皆さんが寝るんです、ね。埃が立ちます。呼吸器から入ります。汗かいて風呂上がりでちょろりしたら主婦に浸透しますということになるわけですね。そしてしかもこのダイオキシンのところにもう一つ余分なものがついて、おまけが。調べたらなんとこの中に3470マイクログラムパーリットルというノニルフェノールがついた界面活性剤、ね。ほうと体が濡れてて、そういうもんしだからムートンの方が横になったら、ノニルフェノールは界面活性剤、浸透率がありますから、ダイオキシンを連れていって中に入れてくれるんですね。よくできてますよ。さあこれがきっかけとなって、私どもはズボン 0.30 ピコグラム、すなわち
どういうことか、石油ベダだったら元からずっと1万4000ピコグラム、そしてそのダイオキシンの出ているのがどういう数値かを見たんです。 A クリーニング、 B グダブルクリーニング、いろんなとこ出して調べて、みんな同じ置き方が出てる、ね、あ、ドライクリーニングで同じ、要は化学反応を起こしてダイオキシンが出てきてる、これは石油系やばい。それからパークロエチレンという洗い方があるんだけども、それでこう測ったり、いろんなあの洗い方をこう出したので、パークと石油系で洗ってどれだけのダイオキシンがついてきてるかという、こういう調査を始めた。これでパーク洗いだったらどれだけ上がっていくか、そしてパークも石油系も同じような数値にこう上がっていく、これもあの T クリーニング、 D クリーニング、 R クリーニングというのを調べる、ね、同じ形で出るんです。どこのクリーニング屋さんも同じ形で全部ダイオキシンが同じものが上がって出てきます。これは処理の仕方がみんな同じ。さあ、そうなればドライクリーニングは危ないから、石油やパークは、ね、ウェットクリーニングという水洗い、洗剤である水洗い、ね、皆さんそれを出すようにしましょうということで、私どもも、ね、水洗いを買う、ね、これで水洗いすると、シロックという石鹸用洗剤、石鹸なら大丈夫だと思って、そしたらメタケンソーダとかリポ漂白剤を入れてあげると、ワイシャツが白くならない。これを入れると石鹸じゃなくなるんです、ね、そしたらなんと、あ、洗ったら全部 0.31 ピコグラム、うん、要するに120ピコグラム、22,800ピコグラムというダイオキシンに汚染されていることが分かる。ウェット、ウェット洗いにしても、ね、これは家庭用のやつじゃないよね、いう形で起きてるんですね。こういうそのウェットクリーニングでも同じようにダイオキシンやノニルフェノールが山ほど付着していることが判明したんですね。さあ、そういう中で、あの、私どもは、家庭用の洗剤の部分も測ったら、同じように家庭用の洗剤で 50% 以上ダイオキシンが増えちゃう。みんな顔だとかいろんな洗剤だ、ね、だから家の中でもダイオキシンが起きてない、この原理が分かったんです。いたずらしたのは水道水、水道水に塩素があるでしょ。ダイオキシンというのは塩素が入ってダイオキシンなんですよ。なるほどなって、うん、だからそれ今政府はね、この間見解を求めた時に水道水がいけないって言わないんです。水道水が化学反応を起こしてるのが、シャンプーが化学反応を起こしてるのかと問いかけてきたら、シャンプーだからシャンプーを使わないようにした方がいい、水道水とは言わなかったんですね。まあこうやって逆汚染をずっとしていることが全部我々の調査で判明しました。ウェットクリーニングでもこういうことが起きているということが分かったわけですね。これを今回発表しようということになっているわけなんですけども、こういう中で、逆に、ノイロフェノールも同じように全部1700、例えばあの布団だったら1700マイクログラムパーリットルとか、ハーフコートが3000マイクログラムパーリットル、もうとんでもない数字よ。10マイクログラムパーリットル、そんな世界じゃないですからね。これだけのものを皆さん着てるんです、ね、だからそれ1枚です。これ皆さんの家のクローゼットの中と布団の中と、昔私よく小さい時に布団の中でかくれんぼしたんです。そんなことできない、ね、修学旅行行って枕投げして暴れた、そんなことできたら大変になっちゃう、ね、そういうものになってきてしまっているということなんですね。クリーニングこうやって全部ウェットでもこういう洗い方、そして、北海道の先生がトリクロさんの入っているもので全部ダイオキシンが発生するってことを言ってる、発表してる、ね、それはどういうことかというと、こうやって塩素系のものを入れたり胃酸性のものを入れたりしてると、これでダイオキシン起きるよ、ね、政府はそれをまだ認めようとしないんです。無視してるんです、ね、研究もしようとしないんです。これが現実なんです、ね、セーラー服1枚
洗っても 1.5 ピコグラム、 1.5 ピコグラムっていうのはどういうことかというと、1000ピコグラム、毒性等量1000ピコグラム、これは家庭用の洗剤なんですね。家庭用の亀用石鹸ですね。これで、洗ったら 1.5 ピコグラム、1割増えちゃった。でこういう家庭用の洗剤でもこういうことが起きるっていうことまで、調査したわけなんですけれども、こういうことがどんどん起きているわけですね。さあこうやって、クリーニングによってきれいにして帰ってくるべきものが要は帰ってこない。逆にシミだとか汚れは落ちてきてる、ね、きれいに見える。でもその繊維の中にあるダイオキシンや環境ホルモン、ノニフェノールは数倍になって帰ってくるわけです、ね、それを着てるんだ。シーツだと同じよ、ねね、こういう中にあって私どもはこれが、通常のシーツだとかこういうものをこう調べてやって、ニコンアウトを比較していただくためにやってあります。これはずっと今度はホテルの、ね、ホテル のシーツだとか枕カバーだとかタオルだとかバスタオルね、うん、それから寝巻き浴衣ね、こういうものを全部調べる。もう徹底したことやるから私は、ね、これは東京の一流ホテル全部調べる、ね、ちょっと名前隠してありますけど、ニューホータリとかね、うん、かわいいとかもうここへも直接って私話します。社長さんなら全部、ね、記者会見する前に宣戦布告じゃないけれども話、そして御社が使っているそのクリーニング屋さんにぜひこういうものを発生する洗剤を使わないクリーニングで納入するようにぜひお声掛けしてくださいということをお願いしますね。だってこれグラフで見ると一番簡単なこうなんですよ。いいですか。これ日光がね、これ日光がね、この位置が日光が 7.1 ピックなんかマイクロンぐらいパーリング。これ浴衣ホテルニューのホテル、ね、ホテル行って温泉使って裸で浴衣かぶっちゃダメよ。下着を着てかぶるだったらまだいいけども、自分のとこで創生室で洗ったやつが緊急になる。体が汗かいてあったかくて浴衣着たら濡れてさっダイオキシンとノニフェノール入る、はい、ね、こういう状況なんです、ね、こういうことがこう分かってきたんです。先ほども話したようにノニフェノールは水生生物、アメリカの化学品製造者協会 CMA の安全試験の要約の中に水生生物に悪影響が見られる濃度は10マイクロングラムパーリットルだそうです。今のはいくつでしょうか。3000マイクロパーグラムパーリットルいう数値になっているということを知っていただきたいんです。これが今皆さん方が、ね、そしてなんかな、先生方は一着あたり、量が、多いね、毒性等量どうですか、分かんない世界だから、なんとも言えない。学者って面白いよね。絶対自分には影響を及ぼさない、分からないことは、なんともねっていう世界だね。それはそうだよね。今までこういうものについてるとは思っていなかったから、ね、答えようがない、毒性等量なんて答えるし、で子宮呼吸がこれだけのものは一着じゃない。先生じゃあ溜まってるいっぱいあるホテルの中はね、呉服屋さんで5万セットあるところはこれ計算したら焼却場の大大きし、要するに衣服が呉服屋さんがこの中いっぱいに服があるとすれば大大きしの山、そういうことなんですね。ノニフェノールの山ということになるわけですね。さあこういう中で、私どもは年、ね、1回こうやってこう交流会というのをこう、まあ、やるわけなんですけど、この交流会の中で、3年前ですか、水その豊かな可能性ということをやったんですね。カナダ環境庁 のブラッド・カミングさん、その頃が来られていたんですけども、これで我々のこういうクリーニング工事を視察していただいて、洗剤なしで洗っているところを実際衣服の状況をこうやってみていただいたわけなんですね。それでまあ、創生室で使っているその幼稚園とか、それから一般 の普通のご家庭の方のところに行ったり、それから創生室の病院、
行って先生に直接水によって治療がどうなされているかというお話を聞いていただいて、そしてここにいるブラッド・カミングさんが講演をしていただいた。そしてこの方に、私はカナダの方へクリーニング屋さんを集めるから、クリーニング組合の、組合長さんのうち集めるから、そこで創生クリーニングの話をしていただけないかということでカナダへ3年ほど前に飛びました。その時に、私はブラッド・カミングさんに、実は我々今ダイオキシンを追いかけている、その中でドライクリーニングによってダイオキシンが起きていることを我々は突き止めている、それをここで発表していいかという話をしたら、ああ深井さん好きなようにしてくれ、いいですよ、それで発表したんです、そしたらそこに面白いだけなクリーニングの組合長さんがいましてね、手を挙げてこう言うんですよ。このフィルターは、このドライ溶剤で物を洗った時に糸くずから汚れがここにみんなフィルターにくっついてきれいにされてドライ溶剤が入ってまた洗う、これは150回から200回洗う、そして衣類にドライ溶剤がくっついて出ていってしまうとドライ溶剤が減ってくるから新しいドライ溶剤を入れる、その時に洗剤と水と漂白剤を少し入れる、水溶性の汚れが落ちる、ここでガラガラ洗って何回も繰り返していって、このフィルターは高レベルの産業廃棄物として何十万円もお金を払わないとそのフィルターを持っていってくれない、この中にダイオキシンがものすごく含まれている可能性があり、これが高レベルの産業廃棄物として出しているんだけれども、けれども表から出ていくこれはなんで高レベルの産業廃棄物にならねえんだ。なるほど。高レベルの産業廃棄物になる溶剤で洗ったものの裏から出ると高レベルの産業廃棄物、外から出るときには昇進として出ていく、なんでだ。こういう質問した。わあすごいな、自分の首絞めてると思う。でもすごいんですよ、ちゃんと。そしたら、ブラッド・カミングさんが出てきて、言ったことが何か。カナダ政府はドライクリーニングをここ5年のうちに全廃をする予定です。したがってそのために補助金をやめたんです。そして新しい技術を導入するために今日わざわざ日本から創生クリーニングの技術を公開していただくために深井さんを招きました。ゆっくり聞いてください。わお、どっちもどっち。正解ね。それで話をさせていただいた。その時にブラッド・カミングスにもらったある資料があった。英文ですけど、私はドイツ語とフランス語、できるけど英語ができないもんで。それでこう直していただいた、そしたらこの中に書いてあるんでね。要するにドイツが、1993年に2つの機関で調べた中においてダイオキシンがドライクリーニングによって、感知されている、これはその免精神の溶合剤とペンタクロのフェノールというものによって起きている可能性がある、いずれにしてもステルボルト、要するにさっきのあれなんです、こういう部分なんですけども、この中にスラッジとしてこの中になんと2700ピコグラムというダイオキシンを検出しましたという発表なんです、すなわち衣類じゃないけれどもここにダイオキシンがあるということは当然いいですね。その中の次のページにこういうものがある。これをちょっとこうなるとベルギーにおけるウェットクリーニングの現状、ヨーロッパウェットクリーニング委員会の発表で1996年6月これも同じようにドライクリーニングがウェットクリーニングをやることによってダイオキシンが工業排水に含まれて流されている可能性がうんと高い、出ている、そしてそれがろ過されないまま水道水として皆さんが飲んでいると発表されています、当然これは日本でもありうる話だと、そして私どもはその厚生省通産省いろんな公開質問を出したんですね。それでこれは通産省の化学物質からこう連絡があったんですね。ダイオキシンの発生可能性についてのご指摘ですが、一般的なダイオキシンの発生メカニズムについては現在環境省庁等が協力して研究しているところでありますが、理論上は塩素を含む炭化水素を低温で焼却した場合にダイオキシンが発生する可能性については否定することはできないと認識しております。
ドイツの研究機関により、綿織物保護剤として使用されるベンタクロロフェノールからダイオキシンが発生する可能性が指摘されているとのことですが、現在のところ当方では当確発表論文を入手しておらず、その発生が焼却によるものか、それ以外によるものか承知しておりません。ご無理なお願いかもしれませんが、深井様の方でご情報をお持ちでしたら当室まで提供いただければ幸いに存じます。ペンタクロロフェノールは現在我が国において製造輸入実績がないものと承知しておりますという、通知が来ました。実際ペンタクロロフェノールは日本にはいっぱいゴロゴロしておりました、ということなんですね。まあこういうことがあって、カナダの環境庁は私どものクリーニング工場へ何度か足を運んで、見に来ては、クリーニングの向こうの、北米、のクリーニング総合研究所の、委員長がいます。その方を何度も連れてきたんです。そして、カナダ環境庁と、私どもとそれから組合連合会、カナダの組合連合会と3人で協定書を結んだんです。今それがカナダで創生クリーニングが今始動しています、そしてこの中の契約書の中どうしても、ね、一節外さない、外してはならない一節があって、これをカナダの環境庁が認めなければ私は契約はしませんということでやったんですね、この一節がどういうことかというとここに出ているんですが、これは創生ワールドが A です。それから B がカナダ環境庁です。 C がカナダにおけるカナダ のクリーニング組合です。これでこの中にこの研究調査研究および証拠はいかなる洗剤および溶剤も使用せず、この一節でもね、いかなる洗剤および溶剤も使用せず、その結果として環境に悪影響を及ぼす物質を排出しない、北米および世界各地の基準値を満たす業務用の衣類クリーニングシステムを創出することを前提目的として、最終目的としているということなんです。すなわち北米および世界中での基準を満たす、ね、クリーニング方法を3社で共同してやっているという協定になっているわけです。その中において、カナダ環境 A のために創生ワールドのためにカナダにおける実験を監督する、要するに本部というとはその環境庁が我々の代わりに監督するという、こういう協定を結んでやってみたんです。そして我々の機械がカナダへ飛びまして、このクリーニング屋さんの裏の工場へ、当然ソーセージの看板を上げましてね、それで裏でこのスタッフの皆さんがソーセージでクリーニングを始めて、それでデータをずっと出しているわけですね。それでこういうドレスとかこういうものを洗える、日本と違うとこうですね、ここにドレスが、それで今回の国際会議、これに、カナダの環境庁のブラッド・カミングさんが来ますとともに、この間連絡がありまして、アリさんというこのクリーニング、組合の組合長さんが急遽飛んできた、それで全部ビデオを撮っていろんな分析データが全部出てると、創生クリーニングの、びっくりするデータがある、ということでこれは世界中に広がる、ぜひ発表したいということで、彼が2023こっちへ、飛んでくるわけなんですけども、この中で今度の新しいその19日に発売される本の中にこのカナダ環境庁のブラッド・カミングさんが一言寄せております。ちょっとこれ読んでもらえる？カナダで育ち暮らしながら、私は清らかな水は常に豊富で無尽蔵だという感覚を持っていました。残念ながら人類の繁栄増加により、またある部分人類の増加と関わらない人間の活動によって、世界の清らかな水の供給が年々少なくなってきています。カナダ政府は新しい規制を始めました。これはクリーニング産業のテトラクロロエチレン使用を制限する規制です。このテトラクロロエチレンに代わるものとしてウェットクリーニングが増えてきています。しかしこの環境に良いと考えられている方法も、下水や処理水処理から考えれば汚染物質が変わるに過ぎないことになりかねません。政府は政策を策定するでしょうが、産業界は前向きになれないのでしょう。深井氏のような先見性を持った起業家、その水の技術が清らかな水を守り、水の持つ可能性を拡大し、
健康な水を維持する方法に、方法を導いてくれることでしょう。創生水の技術がカナダで実際に試され証明されるプロジェクトに参加し、とても興奮しています。技術革新の可能性は機会を逃さず発掘しなければなりません。革新的な技術を主流の流れに組み込んでいく、これが自然資源を保全する助けになり、クリーニング業界だけでなく多くの産業分野をより良き方法に導いていくのです。まさにチャレンジなのです。私は創生ワールドとアワードライクリーナーと共に行うこのチャレンジに熱い思いを託しているのです。以上です、はい。ということで、今カナダの方では創生クリーニングの実験がどんどん推進され、そしてこれが政府に認められ、全米に、このクリーニングを今年の6月に、南米のクリーニング大会があるそうなんですね。そこでアリさんが発表するそうです。いよいよそういう時期にやっときたなという感じをするわけなんですが、こういう中で我々はドライクリーニングにおいてダイオキシンの発生、衣類に付着ということを突き止めたんですね。そういう中でちょっと待てよ、ね、さあそこで今度は次は染色、そしてアパレル、新品衣類、これに着手をするようになったんです。そして、私どもは調査の中で、クリーニングは分かりました。じゃあ染色、そしてアパレルメーカー、ね、これが一体どうなってるかの調査。例えば染色工場だったら排水口がこれだけあるんです。やるところでここでみんな洗剤漂白剤全部使うんです。ここで全部ダイオキシンが発生してるはずだ。それが河川に流されてるはずだ。それを政府は見て見ぬふりをしているはずだ、ね、しかも中で作っているものは全部衣類だ、下着だ、寝具だ、ね、これが流通に乗って出ていってるはずだ、ね、それで我々はこうやって、染め物工場の周りを探りまして、そして排水口をなんとか見つけまして、ね、犬を連れてこう見回りに来てますけれども、何のその雨の中、ね、こうやって組んで、そして測ったわけなんですけれども、どちらさんですか、ね、環境団体 CWWI ですということになるわけですけども、そして測ったところが一つの流れから 2.1 ピコグラムというグラムあたり、リットルあたりダイオキシンが流れていることを検知しました。それでいくつかの排水口を調べて、その中のノニラベノールも調べたら84マイクログラムパーリットル、要するに合成洗剤ノニルフェノールは流されている、で起きている。日本ではノニルフェノールは起きていないと言ってます。でもバンバン流されています、ね、これでダイオキシンも流されています、ね、これだけのものを要はその一つの染色工場で流されているわけなんですね。こういうことを我々は調査しました。そしてこれはその、ある工場の協力を得て中を撮影させていただきました。どういうところで起きているか、ここで火星ソーダ入れます。原材料です。この時点でももうすでに汚染されて、ダイオキシンで汚染されて、火星ソーダと漂白のこの工程で全部出てきます。ここにダイオキシンが山になっております。塗料とこれで結合全部出てきます。ということを提案していこう。で見つけたという排水がこういう流れになっている。そしてこの排水に対してこれが衣類です。ぴったり同じなんですね。要は。これで、宮田教授かな、計算してみればこのダイオキシンの工場の中は大量なダイオキシンが起きているだろうというふうに推測されるというふうに言われておりました。こうやって染色のものっていうのは水素結合とか、イオン結合、すなわちこれどういうことかというと、水素結合をするということはダイオキシンが発生するということなんです。塩素とか水素っていうのはくっつくんですね。ダイオキシンっていうのはどういうことかっていうと、この骨格に対して水素や塩素がくっつくことを言うんです。でくっついて、これはダイオキシンやジベントフランやそのコプラナ PCB になるんです。でだから当然これはみんな起きる可能性十分あるわけですね。それともう一つこういう発表されたんですね。
愛知医大やなんかで低 CP メタノールが検査された血液の中、これは塗料の原料、ね、染色の原料以外に使われているとこはないです。これ、ね、低 CP メタノールは自然界には存在できず、染色などの原材料として工業的に生産されているという1997年に男性ホルモンの働きを阻害する作用を持つことが、ね、これが血液から検査。要するに皆さん方が着ている衣服の塗料ですね、これが汗をかいて体内に入ってたんです、ね、入ってたところはダイオキシンもノニオフェノールも入ってるってことなんです、ね、衣類からということが発表された、ね、内菌ではこの間ドイツでは内菌がその環境ホルモンの一種を使ってたことで販売中止になりました。ドイツではすぐこうやってパッと動きます。そして私どもは染色工業の染色、繊維染色工業組合、工業協同組合とかこういうところに行って県のね行って話を聞いたんです。染色員でもギリシャってのは正直ですから、はっきり言って今これを調べて発表されたら染色工場はみんな潰れる。で今使っているものは発表できないです。怖い。禁止されている毒物を全部使っているそうです。医療を作る調査は一切入らないです。こっちから申請しないかぎり、これが現実だ、うん、皆さん方が原色きれいな色や何か鮮やかなものを欲しがるから全部そうやって色のものを作るんだそうです。でそして皆さん方の体内の中に入っていく、それがたった一箇所です、ね、それで1日使うのは7000トンです。ものすごい量をダイオキシン流されてるんですよ。これでこのダイオキシンでごまかされるのは何かというとね、薄めりゃいいんです。環境基準を満たすんです。わかります、ね、リットルあたり1ピコグラム以下っつったら水をどんどん入れて薄めて流せばいいんです。量は でも最終的にはね、この数値のごまかしがあるんだと知ってください。これで我々はこのことを環境新聞にボーンと載せたんです。一回昨年これでこういうふうに出たんです。そしたらでこういう出てるのがね、昨年本誌で取り上げたドライクリーニングのダイオキシン汚染問題は業界や行政に大きな波紋を与えた。記事連載後、通産省は日本染色協会に、厚生省はクリーニング協会にデータの信憑性を調べるよう指示。2ヶ月後、染色排水調査で出されたデータは環境庁の水質基準であるリットルあたり1ピコグラムをはるかに上回る 7.4 ピコグラムを示していた。どうやらこれまで日本では否定されてきた化学反応によるダイオキシンの発生は動かしようもない事実として浮かび上がってきたということは新聞で取れる。すなわちこの時にクリーニング協同組合とそれから染色協同組合が私どものところを訪ねてきました。この発表したデータを見せろと見せました。何も言えずに帰りました。そして彼らは自分たちで調査して通産省厚生省に提出したのが我々の調査した数値よりも高い数値のものを出したね、うん、いうことがこうやって起きたということなんですね。それで急遽出来上がったのが、ダイオキシン未規制発生源調査検討会というのが環境庁にできました。今まで環境庁は未規制発生源はないものとしたんです。だから我々の調査によって今日本で政府でわからない未規制発生源があるからそれを調査する議会を作ろうということで昨年12月にできました。11月にできました、ね、そして今私どもはこの未規制発生源の中に入っている学者の皆さん方10名に我々の調査したものをドーンと持ってきます、ね、ということを、記者会見の前に動いています、ね、そして、アパレル業界これだけいろんな業界がありますけどデパートに売られている要は衣類なんですけれどもそういうものを新品衣類ですよこれをまあ調査させていただいたわけなんですけれどもまず第一に、スーツ女性スーツ新品の女性スーツ 3.1 ピコグラム、1着あたり
2000ピコグラム、ね、そして同じように環境新聞にも 3.1 ピコグラムということで載りました。それから生活自死というこういうね、あの雑誌にも